はい、てなわけでどうも皆さんこんにちは、きなです。今回ですね、またまたレジェンズのね、公式ツイッターさんの方に飛んできているわけなんですけれども、昨日からね、ちょっといろいろ新しい内容とかお知らせ入ってきてるんで、まあ、その中からですね、僕が個人的に、まあ、むっちゃ嬉しいことと、もう一つむっちゃ悲しいことがね、一つずつあるんで、そちら紹介していこうかなと思います。はい、5周年に向けてね、めちゃめちゃ動画展開していこうと思ってますんで、ぜひともチャンネル登録お願いします。はい、そのわけでね、今日のね、12時から発表されました、レジェンズ5周年まであと4日の人造人間18号役の、伊藤さんですね、が、今回はメッセージをくれているということで、いやもうこれほぼ確定ですね、悟空フリーザ。うん。で、昨日の方もですね、こちら17号役のね、中原さんがね、来てくれてるということで、もう宇宙代表の、第7宇宙のね、メンバーの声優さんしか来てないんですよね。もうこれは極振りでいいでしょう。うん。確実だと思います。ということで、いやもうめちゃくちゃ嬉しい。もう極振りがね、登場することに関しては、もう超嬉しいでございます。いやー、5周年めちゃくちゃ盛り上がりそうで楽しみですね。はい、ということでね、2日前ぐらいに上げてたスライドを右下に貼って、今回のね、残り4日かなの状態の、結果をね、このでっかい画面にして貼ってるんですけども、いや、これでも予想と、まあ、ちゃんと被ってくれてますね。なんで、前も言った通りに、悟空フリーザが目玉で、このね、7体残ってて、残りのキャラクターが新キャラになるんじゃないかなということで、ベジータがまだ出てないんですよね。なんで、もしかしたら本当に予想通り、キラベジ、プラス、悟空&フリーザみたいな感じの5周年ガチャになってくる可能性が結構ありそうだなって思って、いや個人的にはめちゃくちゃ胸躍ってますね。いやかっこよすぎるでしょということで、はい、めちゃめちゃ楽しみです。これが、まあ、新キャラクターほぼ確定したよっていうので、僕の個人的にすごい嬉しいことです。はい、で次むちゃくちゃ悲しいことね、タグ宇宙代表ガチャが昨日から登場してるんですよね。で注目キャラクター見てもらったら分かるんですけど、人造17キラベジ身勝手ということで、ここら辺のキャラクターが入ってるわけなんですけども、これさ、フリーザー、悟空フリーザー宇宙代表編で来るじゃないですか。その時に17号の復刻一緒に来るんかなって思ってたんですけど、いや別のガチャでね復刻しちゃってるんですよね。ってことはさ、これ17号さ、僕めちゃくちゃ欲しいのに、どっちも母体狙って引きに行かないといけないっていうね、ついでに17号が出てくれないっていう、それがめちゃめちゃ悲しいところですね。いやマジかって思って、正直1月の LL キャラクターなんで、もう5月で、周年ガチャが、まあ、6月も行かないけど、5月末なんで、もう大体、半年も経たないぐらいなんですよね。なんで、まあ、そろそろ復刻で、副産物として入ってきてくれるかなって思ったんですけど、このタイミングで復刻してる、プラス6月17日までガチャが続くってことは、これ絶対極振りのガチャに17号入ってないですよね。そこが、めちゃめちゃ悲報ですね、僕の中では。17号ガチャをね、5周年の、ガチャが来る、新ガチャ来るタイミングで引くかって言われると、よっぽど意思に余裕ある方じゃないと引けないと思うんですよね。しかも、17号って、もうティアーブーストも切れてるわけですし、まあ、正直、赤トツぐらいまでは最低限行っておかないと戦いづらいと思うんで、まあ、トツもちょっと頑張らないといけないっていうことでね、いやー、厳しいなというふうに思ってます。しかも LL 確定の枠とかないからね、これ。で、まあ、僕とね、同じように、17号欲しいって思ってる方は、とりあえず、5周年のキャラクターを、一応、ちゃんとね、発表されるまで待った方がいいと思うし、悟空フリーザーを、ある程度、まあ、6凸ぐらいまで育てれるようになってから、こっちのね、17号を、追っかけるっていう風にした方が絶対いいと思うので、期間自体は6月17日までなんで、めちゃくちゃ長いんで、まあ、そんなに焦って引く必要はないと思うので、僕もすっごい今引きたいですけど、まあなんとかね、我慢してね、やっていこうかなと思ってるんで、まあそこは気をつけた方がいいと思いますね。というわけでめちゃくちゃね、僕の嬉しいこと、そして悲しいことを2つを紹介させていただきました。こっからですね、今日が火曜日かな、撮影しているということで、明日まあ一応更新日の水曜日にはなるんで、一応やっといた方がいいこともお知らせしておこうかなと思います。はい、まず1つ。こちらレジェンズバトルロイヤルね、今日でチケットの配布が多分終わると思うので、試合どんどん消化していった方がいいと思います。26日日まで一応あるんですが、まあ忘れないようにって感じですね。5周年前なんでしっかり無料石ゲットしておきましょう。で、超時空ラッシュかな、超時空ラッシュの、
シーズンが明日で変わるのでしっかりやっておくようにしましょう。特に今回からはですね、超軸ラッシュのアイテムにね、このアーツコアっていうのがね、追加されて、なんかプラスポイントが触れるようになってるみたいなんで、まあやり込み要素の一つとしてね、超軸ラッシュは、やれる回数決まってるんで絶対やっといた方がいいと思います。まああとは覚醒フラグとかそこら辺ですね。あ、そうで、ね、悟空フリーザがほぼ確定してるわけなんで、アクト系譜とかサイヤ人とか宇宙代表とかの全開上げのキャラクターは、まあここ覚醒 Z パワー交換しとくのはありだと思いましたね。はい、そんな感じです。で、地下の大会ですね、明日でシーズン切り替わります。はい、まあ僕のねゴリ押し合体戦士ちょっと見せとこうかな。一応僕のゴリ押し合体戦士ね、使ってもらったら、まあ簡単にね、入賞クラスまではいけるのかな、わからないですけど、とりあえず意思マックスコもらえるはずなんで頑張ってやりましょう。はい、もうほんまにゴリ押しするだけでいいんで、高突の合体持ってる方はやってみてください。で、まあ、そこら辺かな。冒険イベントは、これ金曜締めだったっけ今回は。まあ、ちょっとわかんないですけど。あとはこのゴテブの超連戦バトルとか、ちょっと細かいところも残ってたりするんで、しっかりこなすようにしましょう。あと、共闘ね。共闘は本当に皆さんめっちゃやった方がいいです。うん。めっちゃっていうのは1日3回は絶対やった方がいいですね。特に、さっきと同じように、アーツコアね、しっかり集めてほしいですし、まあ、他にも無料石ももらえますしね。この Z パワーとかももらえるんで、まあ、絶対やり得です。1日3回はやりましょう。あとはね、細かいとこ言うようですけど、トレジャーバトルとかもね、毎日1日3回ね、アイテムもらえるんで、本当にエネルギーとか困ってる方はここで無料で手に入ったりするんで、毎日、欠かさずね、チリツモなんで頑張ってやっていきましょう。はい。そんなところですかね。ショップセールのステップアップのやつはもう終わったのかな。乗ってないので多分終わったんかな。はい。まあ、また新しいセールとか、周年始まると出てくると思うので、まあ、やっていきましょうって感じですね。今週は多分、2週間連続ぐらいで、前回覚醒のキャラクター来てたんで、まあ、前回の新キャラはないんじゃないかなっていう風に思ってます。はい、そんなところで、今回ですね、いろんなことを喋らせていただきました。今日もう一本動画上げれたらあげようと思うんで、見てもらえると幸いです。ご視聴ありがとうございました。お前たちを全員